大木美佐大木美佐は、日本の官僚、政治家。日中戦争期から、太平洋戦争末期までの戦時期において、衆議院初期官庁を務めた。その退任後は、貴族院議員となり、また、東京都副知事を務めた。東京に生まれ、東京府立、第四中学校、旧制第一高等学校を経て、東京帝国大学法科大学読法科卒業。 高等文館試験行政課に合格し、1918年4月5日、会計検査院に採用され、会計検査院初期に任ぜられる。1919年6月28日、副検査官に任ぜられ、海軍省担当として、検査事務に当たる。検査先では、当時の宝部表佐世保陳府司令長官に、 水上飛行機に乗せられたり、鈴木貫太郎佐世保校省庁と酒を交わしながら、海軍魂の説教を受けたりした。1923年2月8日、かねて、会計検査員書記官に任ぜられる。かねてから衆議院事務局への転任を志していたが、同年8月、第7代衆議院書記官長である、寺田久氏が貴族院議員に直選され、 中村東米初期官が初期官庁に任せられたことに伴い衆議院初期官ポストに空席ができたことを知り会計検査院の先輩である中村初期官庁に自らの転任方を混成した中村初期官庁の尽力もありその直後9月12日関東大震災の対策のために人手が必要として衆議院初期官に任せられ 年間の衆議院事務局に転じる。同年12月の臨時議会では、山本権衛首相の下で提出された、帝都復興予算に対する野党制誘拐の大幅、修正案を、会計検査院の経験を活かしながら仕上げている。1925年9月12日、かねて、永前管財局書記官に任ぜられる。1932年2月2日、 副検査官を呼び、英前管財局書記官の検管を免ぜられる。1932年、ドイツ国会制度調査研究のためベルリンに滞在中、総選挙で対象したナツスのゲーリングが議長を務めるドイツ議会において、ヒンデンブルク大統領からの議会解散命令を無視して、パーペン内閣に対する不信任案の採決が行われた本会議を傍聴している。 1932年12月21日、かねて、行政裁判所表情官に任せられる。1934年4月13日、直任官をもって待遇せられる。1936年、2.26事件の際には、総選挙直後で、政府区議長が選任されておらず、また、初期官長不在の中、主席初期官として仮議事堂に現れた。 反乱軍将校の応対にあたる。議事堂の借用を求められたが、これに対して、議事堂借用のようなことは、議会閉会中であっても、各党の了承を得なければならない慣例であり、ことに総選挙直後で、政府議長が未選人の時であってはなおさらである、旨を説明して、将校を引き上げさせている。1938年4月2日。 貴族院議員に直選された田口筆一の後を受け、第10代の衆議院書記官庁に任ぜられ、戦時下の議会において衆議院の事務方の長としてその任に当たる。1940年、斉藤高夫が反軍演説を行った際には、当時の小山正樹議長が即記録から演説の大量削除を行うのを食い止めようとするものの果たせなかった。後に、 この小山議長の判断は、盲談であり、私はこの時職をとして戦うべきであったと、語っている。また、同年、大政翼参会が発足した際には、その事務局参与という役割が割り当てられたが、帝国議会の番頭役という立場上、これを辞退し、後に、公職追放の対象となることを免れた。1945年5月には、 初期間長官者が小夷弾の直撃を受け消失したため2ヶ月間議事堂内で生活することを余儀なくされる。戦争終結後の同年8月、陸軍から戦時中における衆議院の秘密会速記録を全部焼却するよう求められたが、これを春挙し、後々まで秘密会速記録は引き継がれた。1945年10月5日、 当時の島田敏夫衆議院議長の強い推薦により、貴族院議員に直線せられ、同月11日、7年6ヶ月に及んだ衆議院初期官庁の任を免税られ、23年間、務めた衆議院を去る。貴族院議員としては、無所属クラブに属す。帝国憲法改正案の審議に際して、日本国憲法第59条3項の規定を、 挿入する修正に関わった。また、国会法案の審議に際しては、特別委員として、参議院から法律案に係る、両院協議会を請求することを可能とする等の修正に関わった。1947年5月2日、貴族院廃止に伴い同議員を退任した。1947年、第1回参議院議員通常選挙に、 全国区から立候補するもの,の、110位、62,747票で落選する。また、新憲法の施行により、貴族院議員の地位を失うが、同年6月から1950年まで、東京都副知事を務め、安井誠一郎知事のもと、予算、人事の担当として、GHQ や都議会、労働組合との調整に当たる。 全国選挙管理委員会委員も務めた。引退後、1969年には終戦時の日記を交換。1980年に10年かけて執筆した回想録を出版し、翌1981年に没した。ありがとうございます。